海側入口レンガ倉庫レストラン街は神戸港にある明治時代の赤レンガ倉庫二棟を再利用したレストラン施設である。オープンは1992年。この三棟のレンガ倉庫は1898年に日本貿易倉庫が建設したものと言われている。ハーバーランド事業でこれらを商業利用するというアイデアは計画時から注目され、これを講師として日本各地で 古いレンガ倉庫の再利用が始まった。ハーバーランド完成に合わせて、旧神戸港信号所から、レンガ倉庫レストラン街横の船着き場まで海沿いに、板張りのハーバーウォークが整備され、倉庫建物は夜間ライトアップされるようになり、港の雰囲気を盛り上げている。レストランの他に、文具店やイベントスペースの K ウェーブなどの施設がある。神戸レンガ倉庫は、ランチも、 充実の人気スポット。ショッピングとグルメを満喫しよう。トラベルノート2020年4月28日閲覧。神戸ハーバーランド、レンガ倉庫に、音楽イベントスペース、K、ウェーブオープンマイナスキスプレス。ありがとうございます。